寺島屋敷がお送りします。今日はね、ちょっと、趣向を変えるわけじゃないんですけど、第一音節に共生がある語って言われて何だかわかる？例えば、argue とか attitude とか、戦闘に強いストレスが、発音アクセントってよく言う、アクセントっていうのは和製英語なんで、アクセントっていうのは訛りって意味ですから、強く発音する部分のことをストレスって言いますっていうのを常日頃言ってると思うんですけど、その強く発音するところが、例えばアルコール、アルコール、戦闘ですよね、みたいなやつが、意外とちゃんと分かってないと、通じにくいですよって話、っていうか通じないこともありますよって話をちょっとしてみたいんですよ。例えば、じゃあ、そのさっきの、アルコールで行きましょうか。ね。アルコールを、どんだけ頑張って、どうしよう。後ろアクセントだとどうなんの？アルコールとか、わかんないけど。ね。言っても多分通じないと思うんだよね。アルコール、アルコール、っていうふうに。戦闘がストレスになるから。で、戦闘がストレスじゃないものは、ちょっと間違えても、あ、この人これ言いたいんだなっていうのが分かってもらえることは結構あるんですけど、戦闘のやつは、例えば、atmosphere, atmosphere, ね。これも、やっぱり戦闘なので、やっぱり atmosphere の air が強くないと、考え方、attitude, ね。attitude, 後ろ to 来るよね。attitude toward とか attitude to とか来るけど、ちなみに attitude って態度って覚えてる人いると思うんですけど、まあ、態度考え方ってことなんですけど、例えばさ、私がさ、ちょっと、こうやってさ、こうやって授業したとするんじゃん。ね。そしたら、態度が悪いじゃないですか。ね。この態度が悪いは英語で何て言いますか？これは bad behavior ですよね。behavior。ね。振る舞いが悪いんですよね。attitude っていうのは、確かに態度って覚えていいんだけど、その態度の意味は、頭の中の考え方っていう意味の態度ね。例えば、あなたのその受験に対するアティチュードは何だって言ったら、あなたのその受験に対する考え方は何なんですかっていう、頭の中でどう考えているかっていう意味のアティチュードだと思ってください。ね。振る舞いのことではない。ビヘイビアのことではない。というふうに思っておいてください。あと、バランスとかもそうだと思う。バランス。ね。ストレス前なんだけど、バランスっていうふうにね。先頭に入れておいてほしいし、チャレンジもそうだよね。チャレンジ。ね。チャレンジって言いそうだよね。チャレンジ。こっちね。戦闘だから、チャレンジ。ね。ちなみにこれ意味わかります？動詞で使うと？名詞で使うと？例えば、間違える人多そうだね。彼はその計画をプロポーズ、提案した。ちょっとあそこをバットにするか、アンドにするか置いといて。彼のコーワーカー、ね、同僚が、それにチャレンジをした。お、やってみようぜ。違う。それは try でしょ。チャレンジは、動詞で使うと、異議を唱えるって意味ですよ。Do you challenge, the unfairness? みたいな。unfairness。ね。その、不公平さにあなたは異議を唱えますか？みたいな感じで。ね。だこれは、彼は、その計画を提案してみた。そしたら彼の同僚が、それに、異議を唱えたんですよ。いや、それ違うんじゃないんですか？って。ね。やってみた、やってみたの try の意味じゃないんですよ、これは。こっちっすよね。挑戦は。挑む方は。名詞の方に。いうことで、まあ、とにかく今話をしてるのは、今、せっかくチャレンジが出てきたので、ちょっとお話しましたけど、戦闘にストレスがあるっていうお話をしてるんですね。ダメージもダメージ。あと、コメント。ね。コメントも、
ね、先頭でね、カーメント。しかも、こうじゃなくて、カラがね、カーメント、カーメント。書いてるか？前だからね。そして、こいつは、発音は A ね。カーメント、カーメント。いうことになります。あとは、まあ、ダメージもそうだけど、努力もそうかな。エフォートね。エフォート。先頭アクセントでね。あ、エスカレーターどう？エスカレーター。エスカレーター。先頭でね。エスカレーター。先頭です。ね。それから、エクササイズ。エクササイズも先頭ですね。セレモニーとか。まあ、セレモニーは日本語でもセレモニーって先頭で言うか。うん。あとは何だろう。あ、インファマスとか。あのさ、この単語はさ、いいじゃん。で、これにさ、インつけてさ、こうすると、インファマスって、これ前がね、強くなるんですよ。で、しかも、フェイマスっていうのが有名なって意味だから、フェイマスね。それにインをつけるから、反対語になると思ってんでしょ。ね？つまり、有名じゃない。ならないんですよ。これね、しかも、さっきスルーしちゃったけど、もともとこれフェイマスって読むでしょ？だけど、このインをつけると読み方がインファマスに変わる。これファです。インファマス。インフェイマスじゃなくてインファマス。喋れてない。今日ね、12本目なんだよ、撮ってんの。もういいだろう。もう喋れてないわ。インファマス。ね、インファマスって読むんですよ。なので、ここの発音も変わるんですけど、意味が、逆になりそうじゃん。因がついてるから。でもなんないんですよ、これ。悪い意味で有名なっていう意味になります、これ。インファマスでね。で、これも、ストレス前ですから、気をつけましょうね。はい。あとは、それこそ、だから、エンディングに出てくる The Infinite。もういい加減みんな覚えてくれたかな？何のためにあれエンディングに載せてるか分かってます？どうしてもあれを覚えてほしいからです。あの表現を。ね。The Infinite。ね。Infinite Possibilities。Infinite。先頭アクセントですよね。インタビューもそうだね。面接に行ってきます。インタビューね。エラビューね。基本的にインターで始まるやつあんじゃん。このインター系ね。エナセクション、エナビュー、エンターネット。このインターで始まるやつ、基本マイアクセントで、で、発音するとき、この T 発音しません。あ、してもいいよ。してもいいけど、あんまりしません。インターセクションじゃなくて、エナセクション。エナセクション。この T あんまり言わないで、インナーで言う。エナセクション。交差点って意味です。これも、すいません、インタビュー。ね、もしくは、面接で、インタビューを、ジョブエナビューね。仕事の面接のときね。エナビュー。ね。インタビューじゃなくて、エナビュー。この T ほとんど発音しません。インターネットの場合はザがつくので、ザをつけて I は大文字で書くので書き直しましたけど、The Internet。Internet。今これ T 言いましたけど、The Internet に近くて、Internet。Internet っていう風に、もちろん、Internet って言ってもいいんですよ。だけど、Internet っていう人も結構多いので、このインター系は、インターなんちゃらって、待って、今、思いついちゃった。インターナショナルどうだろうな。インターナショナル。インターナショナルはなんでインターってちゃんと言うと思う？それは先頭にアクセントがないからだ。ってことだ。ね？これは先頭にストレスがあるから T が消えてるけど、インターナショナルはインターってちゃんと言うのはインターナショナル。インター、やっぱりターって言う人多いね。インターナショナル。ナショナルがストレスがつくから、戦闘じゃないからそうなる。みたいなことが、だんだん自分でもルール化できてくるよね。ということですね。はい。あとはね、そうっすね。戦闘アクセント。サンドウィッチなんてやったって面白くないかな。
ユニバース、はい、宇宙ね、ユニバース戦闘ですよね。みたいな感じで、イグノラントもそうだね。イグノラントやっとくよ、ちょっとだけ。Be ignorant of っていうね、この ignorant。ここにストレスがあります。何々を知らないっていうのかな。ね、be ignorant, ignorant ね、何々を知らないって意味です。反対語は知っているです。だから何と思った人そんなこと言われてもさ。よく見てよ。え？知る、知る。ほら、これたまたまじゃないね、これ。ここ。NO、NO、一緒でしょ、これ。なんか、イグノラントっていう別の単語があると思ってる人、ほら。一緒だってば。これがこれなんだよ。で、ダッサいこと言うよ。本当はちょっと違うけど、ダッサいこと言うよ。これを、カタカナで表記しないよ、本当は。でも、わざとカタカナで表示すると、クだろ、これは。読まないけど、クだろ。これなんだ。グじゃん。濁ったじゃん。濁ってないじゃん。な？濁ってないやつを濁らせて反対語作ってんだよ。これが昔の出来方だ。ぐのとくのだよ。あ、そうなんだよね。この、I don't know のこの K。なんで K ついてんのっていう質問に対する答えは簡単です。昔言ってたから。昔これ出始め、くのって言ってたんだよ、本当に。くのって。なんで消えたかわかる？簡単。言いにくいから。I don't know って言いにくいじゃん。だから、I don't know って自然に消えただけなんだよ。ね、言いにくいから消えた、ただそれだけです。もともとは、くをぐにすることによって、反対語を作った。ね、というお話です。時間がなくなってきたので、今日はここまでにしましょう。That'll be all for today. ここまでのお相手は、テラジウムよしきでした。では、エンディングどうぞ。本日もお疲れ様でした。ちょっとエンディングなんですけどね、エンディングはですね、この表現をぜひ皆さんに覚えてほしいのと、そして皆さんにお伝えしたいなというのがエンディングでございます。読んでみましょうか。The infinite possibilities are just at your fingertips。どんな意味でしょうかっていうのをちょっと考えてみましょう。まずですね、その前に The infinite possibilities are just at 単語の最後が T で終わっている。寺島の T ね。T の T ね。単語の最後が T で終わってると、その T 発音しないので、これ、are just at じゃなくて、are just at your。わかる？ just at your。just at your。この T 言ってないよね。ってことで、are just at your fingertips。ここは単語の途中の t だから発音して、fingertips って。っていうことです。まず発音はね。さて、意味はどんな意味でしょうか？ infinite possibilities ですね。無限の可能性って意味です。infinite。ストレスここね。無限の可能性。無限の可能性があなたのフィンガーってどこ？フィンガー指でしょ、フィンガー指のティップスって何？先っぽ指先いいですか？無限の可能性がですね、あなたの体だけじゃなくて、この真ん中辺だけじゃなくて、なんとですね、この辺だけじゃなくてですね、なんとこの手を伸ばした、はい、全部映して私を、この指のここの先、ここまで無限の可能性がある。ここにもあるんですよ。ここに、ここですよ。ここにあるんですよ。ここに無限の可能性があるんですよ。ここに。
ね、だから頭から顔から下から全部ここまで行って、全てのこの指先まで全部ある、全部あるって言ってるのこれ。だから訳すときは無限の可能性があなたには広がっているというわけですよ。それを The infinite possibilities are just at your fingertips。 テロップ入れといて、無限の可能性があなたには広がっている、ね、あなたの指の先にまである、ぜひ覚えてほしいと思います。今日もお疲れ様でした。